今日も、ウーバー雑談、やっていきたいと思います。はい、こんにちは。ウーバー配達員、タクです。お前ね、いろいろやりすぎなんだよって結構言われるんですけど、まあその通りです。まあいろいろやりすぎてね、えー、まあ忙しいんですけど、まあこのね、ウーバーはなん、なんでこれをやり始めようと思ったかというと、 あの稼げるか稼げないかを、まあ、実証実験するための企画なんですなんであくまであのなんだろうなあのやってるけどそ,のそこまで本気ではないあのなんかたまにねいるじゃんあのなんかこう会社員辞めてねウーバー1本で本業でやってる人とかさあとは何だろうそれをね えー、これを本業にやってる人他にもいると思うんですけど別にね自分はそういうのではこれないんですようんまあ実験的にね、えー、今、まあ、やっておりますでまあ休みの日とかね空き時間とかを利用していわゆるねまあやってるわけですでえー、まあ今までねちょっとねまあ最初 っていうか、本当実験的なもんなんで、あの自転車でね、やってるんだけど、まあ、自転車でね、稼げないんですよね、ぶっちゃけ言うと。で、あの、まあ、これからね、始めようと思ってる方とかもいるかもしれないんですけど、まあ、ぶっちゃけね、稼げないですよ、自転車で。で、えー、なんだろう、自転車は体力、体力がある人、 であればいいんですけど、やっぱりね、あの、頑張ってもね、3時間ぐらいしかできない。うん。で、自転車でね、あの、8時間も10時間もね、なかなかできないですよ、みんな。体力ある人じゃないと。だから、そういう意味でね、自転車で何時間もするっていうのはきつい、きつい。これでね、稼ぐっていうのは、まあ、正直ね、 厳しいかなっていう今局面にいます。で、あのー、ちょっと前にね、1週間の、まあ、報酬、初めて1週目、1週目の報酬を公開したんですけど、まあ、近いうちに2週目の収益,収益じゃない、あの、報酬も、えー、公開したいと思います。ちょっとね、結構忙しくてね、まだ全然返信も何もしてないんだけど、まあ、2週目のね、自転車での まあ最近ねあのーまあ、今までのジャンルと違ってこのね今までのね婚活系ではなくてこのこっちの配達員としてのそのなんだろうな新しいこうリスナーさんとかも結構いて、えー、なんかねまあ,あの応援してく,れくださってる方もいてねあの非常に嬉しく思ってます。 まあこれからね、ちょっと、もうちょっとね、なんとかなんないかなって、ちょっと頑張っていきたいと思ってます。ぜひね、応援よろしくお願いします。まあ自分はね、あの、ちょっと後から、後からになっちゃうんだけど、自分はね、まあ,あの横浜に住んでて、まあ横浜、そうだね、まあ横浜がエリアです。で、まああの、横浜とかね、えー、がまあメインなんですだけど、 まあ港未来とか、あと、そうだな。どこに行くかな横浜駅か、港未来か。うーん、まあその辺かな館内とかが、まあ結構ね、メインエリアになってます。まあ見かけた方はね、あの、もしかして、たくさんじゃないのってね、声かけてくれたらね。いや、声かけないで。声、やっぱりかけないで <laughs>。ダメ。やっぱり声かけられたらね、ちょっと気まずいからさ。 やっぱり声かけないで欲しいかな。でも大体ね、自分はねあの、いろいろね、言ってるからね、自分の行動パターンとか、その行くとことか、こんだけねあの、隠し事なしでやってる人って多分あんまりいないと思いますね。うん、まあそんな感じでね、えー、っと見かけたらね、あのまあ、挨拶ぐらいしてくれたら、ね、あの嬉しいかなと思います。 ということで今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。